連隊長があんな若造で大丈夫か。ガーラ様はその辺の若造とは違う。何も知らぬくせして勝手なこと言うな。知るわけねえだろ。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。口の利き方に気をつけろ。ぶっ潰されてえのか。それはこっちのセリフだ。俺の親父はお前たち砂にやられた。ここで仕返ししてやってもいいんだぞ。はあ、どうやらそう簡単にまとまることはできないようだな。当然だ。これまでの歴史上、各社とは常に争い続けてきた関係だからな。さて、この状況をどうなされる。戦闘大連隊総隊長殿。自国自里のために第1次から第3次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み、滅ぼそうと考えた。今暁がなそうとしていることと同じだ。だが木の葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。その者は敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。敵同士だったが、彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜなら皆暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も岩も木の葉も霧も雲もない。あるのはただ忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺をやればいい。俺を救ってくれたその友を今敵は狙っている。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには俺は若すぎる、浅すぎる。だから皆の力を貸してくれ。まずは元暁のメンバー、そして元人中力のメンバー、さらに元五影前任者たち、最後にその他もろもろ名のあった手だれたちだ。どうだい、そうそうたるメンツだろ。それにヤマトの木遁チャクラを使って絶も強化することができた。もちろんこの地下にいる約10万の絶を含めて、ね、戦力は十分に揃ったわけか。君の方は確か死水の目を手に入れるため団蔵の体を手に入れたとか。あれは回収することができなかった。断蔵め、こと切れる前に己の光を潰すとは。それは残念だ。彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのに。まあいいか、あれがなくともこちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。気を抜くな、奴らも相当の戦力を集めている。わかってるさ。けど僕らが有利な状況にあるのは間違いない。そうだろ。いよいよだな、行くぞ。
海戦だ。ここはもう敵の領地内だ。周辺への警戒を怠るなよ。はい、了解。ここまで大きな動きなし、周囲に異変はない。だが、得てしてこういう時が。今ので数人やられた。くそ。挨拶のつもりだったんだがな、お前らにはちょっと過激すぎたか。ん？派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前はアカスナのサソリか。久しぶりだな、カンクロウ。お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。うん。ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。うん。一度舞台から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おおおお、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな。カンクロ、そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え、新しい時代が来ていること。あいつ、仲間の体を。当然だ。やるぜ。うん、ガッサッと行こうぜ。時間だ。即興にしては上出来だぜ。くだらねえ。行こう、超人技だ。光前進。気をつけて。江戸転生で復活した者は魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む。終わりましたね。いや、これからだ。怪我人は医療部隊と合流しろ。動ける者はこのまま奇襲に向かう。はい、はい。それは本当か、イノイチ。ああ、奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だ。こちらでも敵数が減ったことを感知した。所詮は俺たちの勝ちだ。よし、戦況はどうだ。先ほど連合の奇襲部隊が
敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありました。まずは一勝だな。他の戦場はどうなっている？各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間。そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう。こちらを。さすがは半蔵殿。三船、なぜお前は忍びにつく？時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは、それでも侍か？忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ。ただ一つ、和でござる。和だと？和に忠を尽くし、己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志、己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きし心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。ファイル、心なき者に拙者は倒せぬ。半蔵殿、ご覚悟。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を斬ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの、そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。相手はあの半蔵。三船殿。三船殿の第五部隊からの連絡、無事半蔵の撃破に成功したとのこと。やってくれたか。三船ならば失敗はないだろうと思っていたが、その通りだったな。だな。各自持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リさん。カカシ、感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、九時の方向をカバーしつつ、万事の陣を基本としろ。霧と、それにこれは霊気ですか？カカシ先生、これって…ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。いるということは、あの子もいるんだ。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。
戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな。カカシ、あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくと白と同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界、もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザ、ハク。おお、大きくなったな。カカシの部下のくのいち、あの小僧は元気にしてるか。え、あ、うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人間、お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブサ、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだった。けれどこうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザが君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん、あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ、来るぞ。行きます。恨まないでください。これも忍びの定め。この羽根ブー！まさかここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ忍び型な死人種の前任者たちだ。
カカシ先生。ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦。一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。うん。サクラ、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい。ゾクゾク仕上がるぞ。思わないでね。薬王の術。
激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は…カカシ先生、ザブザ、待ってろ、そう時間はかけない。この子ごと俺を切るつもりか。どうしてなぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない人を撃ってるさ。さよならだ、キジン。アマちゃんなんだよ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。もうこんな戦いはなしにしよう。お前らの死に様と涙は、できるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど、俺あいつら好きだった。俺もだよ。江戸転生、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のカカシ、これより通りな通り暴れる。この戦場、俺の予想ならそろそろ。現地の情報部隊から連絡。カカシ率いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦、攻勢に転じ敵の殲滅に近づいているようです。よし、やるな。さすがは畑カカシといったところか。まあ当然だな。
あいつなら。第二部隊、第三部隊、そして第五部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょう。どの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています。思いのほか順調だな。ああ、逆に違和感を覚えるほどにな。奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね。次に動くとしたら、ダルイ率いる第一部隊が守る海岸線か、それとも砂漠地帯に陣取る第四部隊か。いずれにせよ、夜が近くなっている。おそらくは次の衝突が今日の最後の一戦になる。頼むぞ、みんな。第三分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第五分隊は第三分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、緊急報告。二次の砲撃、金閣と銀閣の攻撃により第六分隊が全滅の危機です。金閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第六分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第一分隊が相手をする。行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい。あんたダルイ隊長、そいつは暁の格図です。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。いざ。さっさと終わらせるぞ。ヒダム、条件が整った。やっとあの痛みを味わえる。気持ちいい。覚悟しなさい。装具極大鉄球、覚悟なさい。はい。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おうよ金閣。どうした。海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か。現地からも連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マムイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする。すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この機を逃してはありませんからね。銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白い奴はまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。奴らをどうにかしないと。正気は。すまん、待たせた。羊さん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。
どうした？動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ。覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ。容赦はいらん。でも無理だよ。僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長次。ダメだ、長次のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に。くそ、イノシカちゃんのコンビネーションでいくよ。ロックオン、影つかみの術、感知点々。いくぞ長次。左足止まる。さらにバイカでいくよ。肉弾ヨーヨー。やるなと言いたいとこだが。くそ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。長次。僕は。お前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を吐き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持って。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。長次。さあ長次、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらべへと託す。我、秋道長次は山中なら両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから蝶へと。長次。そうだ長次、その顔だ。さなぎの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろん。やるぞ、いいな。来い。イノ、分かってる。天分神殿術。影縫いの術。うっ、それさえありゃ、お前は誰よりも強い忍びだ。今は誰よりも
自信満々のいい顔してやがる。お別れだな、アスマ。しかまる、イノ、そして、長次。お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。ありがとう。よく頑張ったな。行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だからしかまる、イノ、協力頼むよ。ああ。ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし。どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合はもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。二日目も今日同様、慎重に。なんだと。ん、どうした、井之一。緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。念をした忍びだと。まさか内葉マダラか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろ、みんな。貴様らに用はない。用があるのはこれだけだ。ただで渡す気はなしか。いいだろう。ならこれをくれてやる。使用する術。なんだあれは。でかすぎる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。行け、ゲドウマゾ。クソ、めちゃくちゃやりやがる。僕がやる。僕が止めてみせる。ジョージ。超バイカナジャン。全力で奴を止めるぞ。フォトン、サンドの術。
遅くなった。どうじゃ。とにかく足で決めるぞ。楽しみにしているぞ、長次。逃げたか。どうじゃ。よくやったぞ、長次。長次、大丈夫か。うん、僕は。でも。やられたな。まさかあんな化け物を出してくるとは思いもしなかった。時期夜だ。一時収束して夜襲に備えての睨み合いになる。戦局は一気に不利になった。本部との連絡を密にして立て直すぞ、ダルイ。分かってるっす。なかなかの攻撃。でもコントロールはできてない。ハートに全く来てない。つかどうした、さっきからなんか引っかかってるようだな。うん、実はさっきからいろんなとこでチャクラがぶつかり合ってる感じがしてさ、それがどうにも気になって。そりゃ気のせいだな。ここはチャクラを中からも外からも遮断。中のお前がチャクラを感じる。それ悪い、冗談。ナルトのやつ感づき始めてるな。しかしこの部屋でなおチャクラを感じ取る感知力だ。このまま嘘は突き通せんぞ。どうする、ビー。何が。何がって、お前ちゃんと作戦聞いてなかったのか。雷影から極秘裏に命令受けてただろ。ナルトを監視して外に出すなってよ。ああ、そういえばそんなこと言われたか。仕方ねえ。集中できないナルトにローホー。場所を変えるぜ、こっちに。イヤッホー。この先ならさらに集中。コントロールはすぐさま集中。うん、押す。考えてな。確かにこの中ならさらにチャクラを遮断できる。さっさと続きを始めるぞ、チャゲランチョ。ちょっとだけならいいよな。やっぱ外のチャクラが気になるし、専任モード使って調べてみるってばよ。止まれ、ナルト。イルカ先生、なんでイルカ先生までこんな島に。この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務。今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。なぜなら、俺ってばいくつものチャクラがぶつかってるのを感じた。それと関係あんのか。そうだ、そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえまだ完全に実態がつかめたわけじゃない。調べが終わるまでもう少し時間がかかる。じゃあ俺も。今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。お前には不向きだ。
だから結果が出るまでお前にはこの奥で待機しててほしいんだ。結果が出たら連絡を入れてやるから。なんだイルカ先生の態度、なんかもしかして。どうしたんだ。そんな生物がいるんなら俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。ナルト、千人モードで感知したか。なんでこんなことになってんだってばよ。もう隠し通すことは無理だな。イルカ先生、戦争だ。マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を。マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。九尾と八尾を奪取するためにな。九尾と八尾を取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ。ナルト、これからお前が立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さ、戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、話を聞いてなかったのか。お前の中にはキュービがいるんだぞ。大人になれ。少しは俺の言うことを。イルカ先生はイルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。そんな人がキュービのことばっか気にして俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、俺は。ナルト、行っちまったか。バカ野郎、この野郎。あなたはキラー B さんですね。オーイオー。あなたにお願いがあります。ナルトを守ってやってください。俺にとっちゃあいつは弟のようなやつなんです。でも俺には守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってますけど、俺にできるのはこれくらいで。だからお願いします。どうかナルト。 NO、 やり方が違う。タンガン、拳を俺に向けろ。タンタン。え、こうですか。了解だ、バカ野郎、この野郎。ありがとうございます。ん、そうか、あんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。お前はナルトの見張り役だぞ。この男が止められなかったんなら誰が止めても無理。なぜならナルトの心の中に常にあんたが見えた。あいつの真理。ナルトの中に俺が。ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで、あんたの言葉がナルトを守ってきた。協力、
ナルトのことは任せておけ。お願いします。わしのチャクラを存在に扱いよ。お前の中にずっといて、お前をずっと見てきたが、ナルト、お前はいつも甘い。珍しいじゃねえかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうと。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されれば、それに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもりか。どのみち相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみに囚われるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもだ、お前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか逆に奴の憎しみは大きくなった。つまりお前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか。なんだと。だからって俺がおじけづいて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい、お前こそ甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのに、そんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ん？俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービーだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。待ってろよ。どうした。なんでもねえ、こっちの話だ。ん？ B のおっちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。どうした。何かがこっちに。この大バカどもが。ばあちゃん。ノーブラザー。お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。これがキュービーのチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。
お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。みんなそう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられることを人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。わかった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。おかげのおっちゃん早えな。忍びでわしより早いやつはおらん。四代目ほかげがいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだな。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。やつは九尾事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そうなんだよ。父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。ミナトはその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね。そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力のすべてを使って。強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目ホカゲは失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。な、おい、ライカゲ。そうすれば九尾復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくないようだな。はい。お前、そういうことなら八尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが行けるよう俺の命を通し。 B のおっちゃん、お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ、大バカどもが。まあそうかもしんねえが、俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていればいい。完全に頭に血が昇ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える、ハッツァ、力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだからな。青いよ。おっちゃん。大人の俺様、少年ば。少年ナルトは手を出すな。B、貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ自信。それが分かってる俺たち自身。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしの力をもってここで止める。
力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ、俺様が。こいつで決めろぜ、ブラザー。よかろう。理想とするラリアットになってない。とっくに理想を超えてるぜ、ブラザー。俺の中に大切なものがある限り絶対に死なない。それがブラザーとのちぎり。 B、 お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強い力になる元が入ってるこの体。8尾をもらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。8尾をもらう前に。そうか、あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い、俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。 OK？ 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく。大筋。だからこそ俺は8尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが2つもあるのが確信。二つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその二つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風港と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに二人は死んだはずだ。この九尾の力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るよう、チャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。ミナトめ、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のために、そんなことを。そしてこの力をくれたとき、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと？一つは、面をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで2つ目は、それを止めんのが、人中力として、九尾の力をコントロールした俺なんだって。ミナトは、お前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど、俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵と九尾から木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだ。やはり
ナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。雷影、お前の判断は。ブラザー、相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ、ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。マックス状態で行く。一撃で蹴るな。俺ってばいろいろ託されてるもんがあっから。失敗はしねえ。雷影のおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように。わしなりに試してみたくてな、全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風港に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ、お前の中で。行ってこい。雷影、戻るぞ。英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。多くの者が散った、多くの灯火が消えた。痛みは世に広がる。黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ。日はまた昇る。闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。まさかな。近いのか。もう懐かしく感じる。お前たちは。うちがイタチに。ナガト。まさかお前と戦わされることになるとはな。ナルト、久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。少し変わったか。まあ、これが、これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと。まさかここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。なら憎しみは克服できたってことだな、ナルト。おう、兄弟子のあんたが教えてくれた痛み、 B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかく
みんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。君たち二人の力があれば、ナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。え、まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。 OK。 イタチ、あんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだ。あんたの苦しみも覚悟もサスケは理解しているはずだ。でもサスケはあんたの意志を受け継ぐどころか木の葉を潰す気でいる。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。そのことを里の皆は知っているのか。カカシ先生とヤマト隊長は一緒にいたから。でもマダラの言ったことは確証もねえから、カカシ先生に口止めされてる。他のみんなは知らねえと思う。ならこのことは里の皆には決して言うな。名誉ある内派一族に変わりはないのだからな。それとサスケはお前に任せる。花からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。さてどうなる。同術でナルトに何かしたのか。なんで俺の口からカラスが出てくんだよ。そういや、あの時、先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。お前にその力を渡しておく。なんだ、どういうことだ。あのカラス、お前のだな。何をしたんだ。うまくいった。うまく。ああ、そういうことか。何がどうなったんだよ。安心しろ、もう俺は操られてはいない。敵の術の上に新たな現実をかけた。よって江戸天聖の術は打ち消された。木の葉の里を守れという現実だ。え、そのカラスは俺の万華鏡シャリンガンに呼応して出てくるように細工しておいたものだ。もしもの時のためにな。どういうことだ。本当の力、永遠の万華鏡を手に入れるためにサスケは俺の目を移植すると踏んでいた。そうなった時、移植した俺の目に呼応してお前からカラスが現れサスケに現実をかける、そういう手はずだった。そういう手はずって。でもなんでそのカラスを俺なんかに。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはお前だけだと思った。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。あの言葉だけで十分だった。俺以外にサスケを信じてくれる者がいる。お前の瞳に嘘はなかった。お前は信じるに足る人物だと分かった。安心して弟を任せられると強く感じた。だからナルト、お前に託した。イタチ、俺を信頼してくれてありがとう。でももう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。あとは俺に任せてくれ。弟はお前のような友を持てて幸せだ。イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか、陸道仙人の力。
伝説のリンネガンの力を。で、これからあんたは。え？いいの？じゃあ。俺様のチャクラを。すまない。体が勝手に。あれって。全盛期に戻ったか。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。イタチ。ああ、俺もやる。行くぞナルト。弱転生。はあ。死ね。やさかのマナカマ。すまない、イタチ。戸塚の剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか。ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよナルト。じゃあな。ナガト。大丈夫か、ナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。この江戸天とかいう術、気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手で、か。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だがそのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し認められたいと願い一途に頑張ったからだ。お前はみんなのおかげでここまで来られたと言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れおごり子に執着すればいずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められたものが火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト、俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ。今のお前ならばサスケを止められる。弟を頼んだぞ、渦巻きナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く。俺にはやるべきことがある。
お前たちとはここで別れる。イタチ。キラー B、ナルトを頼む。アウイヤオ。俺たちも行こうぜ、B のおっちゃん。なんだここは。ああ、てめえは二代目土影、それに雷影も嫌がんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないな。俺は四代目風影。四代目だ。俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の3つの性質を一度に使うことのできるジントンの2代目土影、ムー、水トン、そして広範囲幻術を得意とする宝月一族、二代目水影、そして強靭な体、最強の矛と盾を持つ三代目雷影。いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは。一体何が起こってんだ。これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。でだ、さっきから二代目火影を探しているがどこにも感じない。感じるのはここより少し先。この新顔と同じチャクラか。それも大群と共に。俺と同じチャクラか。ならそこにいるのか。この戦場、わしも戦うことにした。重い腰を上げなくても良いものを。ふん、上げさせたのはどいつじゃ。あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、地里の忍びと戦わされるのは忍びない。そう悲観することはない。里の子たちは成長し、先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりです、ムー様。随分と長生きしたな、大野木。ジントンのおかげか。ガーラ、お前がいることは予想していた。だが、まさかこの大軍を率いる器になっているとは。四角の力を使い、奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った人中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ恨んできた。だが今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風影となった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。うん、風影になった。お前がバカな。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそうか。格差とのあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも信を得ることができず、ただ闇を歩くだけの、俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸天聖の術、
少しは価値のある術だったからな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぜ。分散させ各個撃破を狙うしかない。ムー様はわしがやる。陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら他の影の元に急行し相手を殲滅する。それでええじゃろう。まあとはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。始めるぞ。終わらせるし。スタン砂金大曹操。ジエーザル。ジントン分裂限界剥離の術。砂漠を砂漠曹操。二代目土影様を封印します。うん。大野木、用心しろ。俺はよし、あとは風影お前の方じゃぜ。すまなかったな。俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていた。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよく分かった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様。俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞガーラ。封印完了しました。風影様。なんでもない。行くぞ。戦いはまだ終わっていない。第二小隊は下がれ。第四小隊は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある封遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの封遁使い、この連合の中にはいる。うん、俺だ。ナルト、九尾の陣中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだ、あの頭の悪そうなやつは。誰でもいい。わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。本気を出させてもらう。地獄突き一本抜きで。大ハマグリ。雰囲気出るだろ。大ハマグリの現実だ。ほっかー。行くぜ。どうだ。
陸じゃん。つまり遅いぞ、タンクロー。やっ、灼熱砂漠級。キュービのチャクラが切れちまったか。これで全ての影を封じることができたな。この戦場、忍び連合軍の勝利じゃぜ。甘いな、大野木。俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは。分身とは違い、己の体を半分に分けさせる分裂。あの戦闘の最中によくできましたね。さすがです。ですがあなたの役目はこれで終わり。あとは僕がやります。あなたの体は借りますけど。さあ、ここから巻き返しましょうか。口寄せの術。やっとか。長門のガキをうまく成長させたようだな。はじめましてですか、あなたとは。お前は。僕は薬師カブト、彼の協力者、つまりあなたの味方です。今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています。どういうことだ。何が起こっている。今は戦争になっていました。そこであなたの力を借りたく、江戸転生でこの世に戻ってきてもらいました。江戸転生だと。輪廻転生の術ではないのか。なるほど、それがお前がここにいる理由か。おい、ちゃんと雷影のおっさんにも認めてもらったんだぜ。まったく、木の葉の陣中力は無茶をしおる。で、今のお前は分身だな。本物はどうした。本物はこの先の。なんだあいつは。二代目土影。奴は土影が倒したはずだ。まさか、あの戦いで分裂をすでに。なんだ、もう一人いるってばよ。ん？こいつは誰だ。来たな、ウチハ・マダラ。こいつがウチハ・マダラ。どういうことだ。何がだ。よく見ろ、奴の目。あれは江戸転生だ。死んだ者をこの世に転生するのが江戸転生の術なら、奴は死んでたってことになる。だが本部からの連絡でマダラは別に行動しているという情報があった。じゃあ目の前のあいつが本物のマダラで、今までマダラだと思ってたのは別の奴だったってことになるな。額当ては忍びか。忍び装束は五大国それぞれだから、連合の新しい軍隊か。さっきも言いましたが、今は戦争中です。彼の企みを止めようと各里が手を組んでいるんですよ。あいつのすることだ。何か考えがあってのことなんだろうが、あまり計画通りにことが運んでないようだね。俺をこんな形で復活させるとは。こんな形でとは言いますが、あなたの江戸転生は特別性ですよ。全盛期以上に仕上げておきました。全盛期だと。お前、俺の全盛期を知っているのか。いえ、だからここで見せてください、ウチハ伝説の力を。やかろ。来るぞ。かつて奴とは戦ったことがある。奴の相手はわしが適任じゃぜ。
いや、そうはいかない。これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手、特別に認めてやる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。貴様、両天秤の小僧か。昔一度力の差を教えてやったはずだが、あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ。ほう、このまま奴を抑えるぞ。俺を抑えるか、それは無理な話だ。え、なんで、なんであいつがリンネガンになんだってばよ。さあ、これはどうする。嘘だろ。どうすんだよこんなの。神の力か。まだ諦めの言葉を口にするな。何もせんうちに己を捨てるな。少しでもやれることをやるんじゃぜ。よっ、土掛けの爺様。土掛けのじいちゃん、何しよってんだ。あの隕石を軽くして止める気だ。よっ、ドトン超軽銃ガンの術。おお、もう少し、もう少しで止められる。うわ、やったのか。すげえ、すげえってばよ、土影のじいちゃん。両天秤の小僧で少しはやるようになった。さて、二個目はどうする。大抜き。面の男はなぜ己をわざわざマダラと名乗ったのでしょうか。マダラという存在がこの世に生きているのではないか。欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖する。その名が力なんだ。その名は注意を引きつけ、みんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタリになった。私らはもう釣られちまってんのさ。何があった。第四部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報あり。この揺れはその影響だ。なんということだ、一度にこれだけの人数を。間違いない、マダラの術か何かだ。綱手様、このままでは。私が行く。マブイトが言ったな、転送の術を用意しろ。無理です。転送の術は物を送るための術ですよ。琥珀の城兵の時とは違います。人の身では早すぎる転送について行けず死亡するだけです。あれに耐えることのできた人間は三代目雷影様だけ。三代目の血を引く四代目雷影様ならともかく、火影様は無理です。少し考えがあります。玄馬の正体をここへ呼び、飛来神の術を使って移動する手です。それはあいつを移動させるために使え。ちょうど玄馬たちと行動を共にしているはずだ。しかしそれでは。心配するな、私はこれを使う。そういうことですか。そういうことですかって、雷影様、火影様に考え直すようにと。マブイ、転送の術の準備をしろ。二人分だ。雷影様。
状況は最終段階まで来ている。今こそ総大将の出番だ。大丈夫か、ガーラ。ああ、だが。土影のじいちゃん。大丈夫だ、まだ生きている。重傷だがな。これが陸道仙人の力。素晴らしい。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ。カブトとか言ったな。この体に何をした。だから言ったでしょ、全盛期以上に仕上げておいたと。だからか。さて、ちらほら生き残りがいるようですね。土影と風影はさすがにしぶとい。どうしますか。少し確かめておきたいことがある。熱い。グルル、わしを呼ぶこのチャクラ、マダラか。キュービはまだ捕らえていないようだな。そのための戦争ですよ、これ。ほら、ちょうどあそこ、あの人中力の中にキュービが封じられています。ですが注意してください。ああ見えてなかなかやりますから。ではその力見せてもらおうか。木遁。クソ、チャクラももう残り少ねえ。どうすりゃ。ナルト、今回は力を貸してやる。まだ体を明け渡せって言いてえのか。違う、チャクラだけをお前にやる。マダラは好かん。あいつに操られるくらいならお前の方がマシだ。わかった。お前の力借りるってばよ。火中核分身の術。誰ナルト。お前の言う通りなかなかのやつだ。でしょ。キュービからもらったチャクラ、一気に使っちまった。もう限界だ。ナルト、もういい。あとはわしがやる。土影、もうあんたも。やっと己を拾う場が来た。そのための相手には十分じゃぜ。もう少し術を試したいんだが、もう踊れそうにないな、大野清。わしら忍びはずっと戦いに明け暮れてきた。自国と自里の利益のためだけに戦い続け、他国と他里など顧みず、ただ奪う、奪っては奪われ、奪われては奪い返す。憎しみは膨れ上がり、三度も戦争をした。それが生きていくということだ。その年まで生きて過去の痛みから何も学んでいないとはな。あんたより長く生きてる。学び、一回りした。過去の痛みを知るからこそ、どう先へつなげていくのが最善かを考えることができる。で、また四度目の戦争だ。これが最善ですか。この戦争は違う。かつて戦争で奪い合ってきたものとは別のものを皆が手に入れるための戦いじゃぜ。こいつらを忍び連合を見て
時はただ刻むだけではないと分かった。世界は過去を重ねてゆっくりとだが成長しておる。平和に向けての、世界はこれ以上成長する必要などない。無限のつくよみの中で眠っていればいい。眠るのはあんたじゃぜ。己のために、未来のために、お前はここで倒す。そうか、まだ踊れるというわけだな。機関棒に綱手のばあちゃん。大丈夫か。ああ、もう傷は回復させた。到着しました。まさかあなたたちが飛来神の術を使えるとは思いませんでした。これも四代目火影の教えあってのことです。とは言っても三人がかりでやっとできる代物ですが。助かりました。みんなまだ生きてるってことは遅れずに済んだよね。やっと暴れられる。待ちくたびれたわ。さあ、準備はできた。やはり長生きはしてみるもんじゃぜ。まさか五影揃って共に戦う日が来るとはな。五影か。俺もやるってばよ。その必要はない。なんでこの戦争はもうお前を守るだけのものじゃない。皆で守り合う戦いじゃぜ。なら俺だってここでまだろ。聞け、ナルト。わしはな、今回この戦争、初めはただ暁を倒すため仕方なく手を組み忍び連合に乗った。が、お前たちと共に戦い、前と違う感情をわしは感じとる。今わしは忍び連合の土影としてここにいたいのだ。そして同じように、かつてバラバラだった忍びの里里も連合として一つになり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムだってもしかしたら変われるかもしれん。こっちのまだらはわしらに任せ。必ず蹴りをつける。それがこれまでの憎しみを止める一歩となる。あっちのまだらはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。古いやつ、新しいやつ、どっちのまだらにも勝つことが戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。ナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。勝つぞ。臨海大戦も佳境に入った。頃合いだな。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。どうした。どうやら五影とマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。近く、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊。
そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。任界全体が大きく動き始めていますね。ああ、結末に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あと現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよ、みんな。いくら倒しても次から次に。この戦いいつまで。安心しろ、さくらちゃん、もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかしこの戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる、そう決めたんだ。ナルト、あんた、この戦場一気に決めてやる。みんな行こうぜ。オッセ。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ。うちはまだら。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。せめて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネガン、この二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。ウチハをなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう。ウチハマダラ、ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か。違う。それは経験の差か。それも違う。私たちとあんたと決定的に絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り影は倒れることは許されん。いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め。それが我々五影の意志だ。ウチハマダラ、私たち五影を舐めるなよ。五影、いかに貴様らが吠えようと俺には届かん。ここで無様に果てるがいい。まだ。お前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。砂手をフォローしつつ奴を叩く。行けよ。
とどめじゃぜ。残念だけど溶けてもらう。なるほど、なかなかの力だ。ではこれはどうだ。樹海鋼炭。さあ続きを始めるぞ。いきます。注意を。さて、この展開はどう対処するのか。五影殿、遊びはここまででいいだろう。すまん、他のみんなは無事じゃぜ。そろそろお前たちには消えてもらう。さて、どう攻める。並大抵の力ではマダラに届かんぞ。私の力ならばあれをこじ開けられる。綱で姫か。確かにお前の力ならばいけるかもしれんが。恩義している暇はない。ここは私に任せろ。今はおかげさまを信じ、私たちは援護に回るべきかと。いいだろう、やってみせろ。奴の動きを見極め、確実にダメージを与えれば勝機は見えるはずだ。いかなる策もこの俺には通じん。お前たちはここで終わる。さて、どう攻めてくる。舐めるなと言っている。私は確かに弱い。だが命を懸けた時は別だ。だから今まで生きている。
戦場もみんな頑張ってる。大切な友達も今まで話したことない人たちも、年取った人もそうじゃない人も、みんなが一つになって頑張ってる。みんながいる、仲間がいる。この戦争、俺たちが絶対に勝つ。落ち着けナルト、バカ野郎、この野郎。クソ、勝って、ヒビも入らねえ。所詮面に傷一つもつけられないか。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだろう。そう、かつての人中力、お前の先輩たちだ、ナルト。もっとも、俺好みに少し変えてはいるがな。おい、B、奴らの目をよく見てみろ。あれはシャリンガンじゃねえか、イオ。それに、ナガトってやつと同じ目を持ってやがるぞ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って、穴が2つある。この面は前のと違って特別製でな、頑丈な戦闘用だ。いつも隠してた左目は、ナガトやあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけだ。ん？お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと？お前らってどういうことだ、この野郎。マダラってあいつのことだろ、バカ野郎。そうか、お前は知っているのか。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。なんならかつての名、トビトでも名乗ろうか。戦争が始まった今、名前などどうでもいい。お前、一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない。誰でもいたくないのさ。ただ月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ、絶望ばかり見てきた。違うか、お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも、勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて、そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんな脱製面付け替えて、いろいろな名前語っていくらごまかしても、てめえはてめえだ、この野郎。頭きた、絶対その面引っぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。上等だ、てめえは俺がぶっ潰す。俺の相手をしたくば、まずはこいつらを止めてみせろ。さすがにきついぜ。相手は6人、思い通りに戦えない。6人、このままやるよりばらけさせて戦う方が良くねえか。ああ、まとめて相手にするか、ばらけるか、どっちかだってばよ。いや、別れちまったらおっちゃんと連携が取れなくなって逆にまずいってばよ。だから多少きつくてもこのまま行く。オーレイ、ナルトの言葉も一理、一人より心強いぜ、二人。
じゃ奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。あれをやれ。青いよ。ここらの森、全部吹っ飛ばしちまえ。ハッチビが錆びようキラー D だぜ、オロ様か。おっ、なんだ。振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。今の状態で美獣化できるのかよ。行け。この状態はやばい。気をつけろ。そろそろ終わらせるか。させるかよ。ここ、美獣たちが揃って待ってたぜ、渦巻ナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってば、あの6人の中にいた。なんでここに、つか、ここどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。あ、こいつっては俺を食った四尾。落ち着け、孫。ナルトよ、こいつを四尾と呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。え、あ、はあ、そうか、名前があったんだな。その、ごめん。お前は面白いやつだね。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、もともとの純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの。さっせ、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き、俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし、知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め存在を否定していた。
俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて、人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけど、ちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんていうあんな奴が美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白い奴だね。ならさっさとあのメイン野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。たく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要するのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。ならせめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないが、ないよりはマシだろう。私はニー・ユギト、そしてこいつはマタタビ。俺は元四代目水影のヤグラ。下のはイソブってんだ。老師とソンダ。ハンという美獣の名は国王だね。俺は歌方、それと再建だ。フンス、こっちはラッキーセブン長明。アンガトな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにもお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。いいかげん離れやがれ。ナルト、さてそろそろいただくか、キュービー。何？渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまねえ、でも、飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとか、とにかくいろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はあ、お前は知らねえんだな。へっ、教えてやんない。よっ、おっ、あの余裕一体なんだ。反撃をシャリンガン。この俺はいずれホカゲの名を受け継いで先代のどのホカゲをも超えてやるんだ。リサでさ、里に俺の力を認めさせてやんだよ。あの時も証明してやる。この俺がこの世にヒーローがいるってことを証明してやる。遅くなって悪かったな。ヒーローってのは遅れて登場するもんだからよ。あの時も行くぞ、行くぞ、カカシ。ヒルドア、大事な機会だ。
自分の言葉は曲げねえ。なら、お前の言ってることが正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思って、だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。あの時もだ。先方、超大玉打線多連弾。俺が諦めるの諦めろ。今まで通り見せてみろ。わしに可能性を感じさせてみろ。ここまで戦えたことは素直に褒めてやる。だが、いくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで堅くなに抗う。なら、さっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービ、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ん？人中力のみんなと美獣たち、そんであいつと約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のざれ事には付き合ってられん。あれはやばいぞ。ジェナ、どうする。ナルト、お前まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだろ。お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろう。分かってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ、助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさかまたチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな。また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい。もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間、待っててくれ。
美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。本心では俺のこと認めてねえんだ。負け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。一途、そのくせに不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう人の心の苦しみを知っている。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どこ？さあ行こうぜ。行くぜ！クラー！止め、キュービの力を。うせえ！立ち火ごときはわしに。絶対そのね、ひっぺ返してやる。それ、あのでかいのをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいくかな。待っていろ。すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る。そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手借りて眠るなんて、まっぴらごめんなんだよ。苦しそうな顔してんな。どういう意味だ。獣たちの動きが鈍ってきた。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。このまま美獣どもを外に出しておくのは危険か。美獣たちを。こっちも時間だ。わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前が。分かった。あいつをこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ。
け。打ちかましてキュウリ。来い。近く。もう重ねろ。エドオマゾン チャクラはもう残り少ねえけど、最後のチャクラを使い果たした。この勝負、俺の勝ちだ。チャクラがなくなってもな。俺の拳にはいろんな名前といろんな思いがいっぱい詰まってっから痛えぞ。よし、カムイもらったってばよ。なんだ、影分身か。限界のようだな、カカシ。まだだ、美獣の番。少し遅い。無駄なことを。もう逃げらんねえぞ。そうか、さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。渦巻きナルト、まさかここまでの力を手にするとは。だが俺の戦いは終わらん。そして憎しみも消えることはない。俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない。九尾と八尾はいただく。必ずな。お前は。オビト。
英雄。道警を背負い希望をもたらす。いかに七を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う。その者、英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる。その者、英雄。歴史に刻まれし新風、その名は渦巻きナルト。